横田茂さんが死去、拉致被害者横田めぐみさんの父親。本日、中学1年生の時に北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの父親の横田茂さんが老衰のため亡くなりました。87歳でした。まずは横田茂さんのご冥福を心よりお祈りいたします。安倍首相は、 団長の思いだ。本当に申し訳ない思いでいっぱいだ。拉致被害者の帰国を実現するため、あらゆるチャンスを逃すことなく過断に行動していかなければならない。茂さんとは本当に長い間、共に戦ってきた。写真を撮っていた茂さんの目から涙が流れていたことを今でも思い出す。茂さんがめぐみさんを抱きしめることができる日が来るよう、 全力を尽くしたが首相として実現できなかったと発言しました。日本が普通の国で普通の憲法を持っていたら拉致事件が発覚した時点で直ちに軍隊を自衛隊を出動させて拉致被害者を奪還したりもしくは抑止力で 北朝鮮が引き起こした拉致事件自体が発生しなかったかもしれません。この北朝鮮が引き起こした拉致事件、日本の欠陥憲法による抑止力の低下が原因の一つでございますので、政府には、自民党には憲法改正を急いでいただき、こういった拉致事件が 発生した際に政府が責任を持って自衛隊を、軍隊を出動させて被害者を奪還できる体制を速やかに整えていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。